大人の世界に行くぞ。はい、地域記念のね、振り返りの方を行っていきたいと思います。まず1着アルナシームということでね、まあ私も一応チョン評価ということで、印がギリギリねだったんですけども、展開次第では馬券圏内も見えるんがっていうことで、展開がね、その展開がとんでもないハイペースになったわけですよ。このね、帝王シリウスとセルバングが競り合うような形になりましてね、ある程度ね、そういう展開もあるだろうなと思ったんですけど、ここまで速くなるとは思わなかったんでね、どっちかがもう先に折れて、もう、ある程度落ち着いてくるんじゃないかな、なんだかんだで 1000m1 分ぐらいなんじゃないかなったら57秒台でしたからね、ああなるとなかなかちょっと予想もねっていうのは、ありました。一応本命のエピファニーが2着に来たということで、一応ね、馬券圏内連帯はね確保できたんですけど、ただそれ以外の馬がね、エルトンバローズはよく59キロでね走ったと思いますよ、ここで。ただやっぱ本質的にはやっぱ困りタイプじゃないと思うんで、やっぱり中央の、毎日王冠とか勝ってるだけあるんで、府中とかそっちの方でちょっともう一回という形かなと思います。あとちょっと残念だったのが日本ピロキーフ、最後来てましたけど、やっぱりちょっと小倉だと、厳しいかなっていうのはね、ロングランとともにね来てましたけども、現状ではこんなもんかなというような、そして案外だったのがセオね、ブービー13着、岩田騎手のコメントであったんですけども、結局このセオのペースでいけなかったっていうことで、その追っかける形になっちゃったんですよね。で12番この通過順見ると分かりますけど、この先行集団にこう取り付いちゃって、つまりはハイペースで逃げてるその後ろで控えるという形になったんですけど、それでも本来の、もうちょっとじっくり行きたかったんだろうなっていうので、あんまりだからね、岩田騎手とかはこの、馬の気に任せて流れに乗るっていうのは得意なんですけど、ペース読んだりっていうのはね、昔からそんなにね、私はあんまりそうでもないのかなっていうような感じはしてたんで、そういうところが出ちゃったのかなっていうのが、今回は思いました。難しかったですよ、中京記念。配当的にはね、結局は割れ1630円の3連複でも3570円って固めの決着だったんですけど、ただ、アルナシームはね、横山騎手乗ってましたし、ああいう、しかもね、いい枠引いたんで、この結果にはもう何ら疑問点は浮かばないんですけども、やっぱりね、難しかったな。エルトン・バローズもね、59キロでっていうのもありましたしね、やっぱりサマシリーズ難しいですね、夏競馬はね。はい。そんなわけで、残念な結果に終わったんですけど、一応もう来週の話に行っていいですか。来週は28日ですね。アイビスサマーダッシュか、そっか。新潟開催始まるんですね。大外断然有利の、どんな馬でも大外を抑えなきゃいけないというね。アイビスサマーダッシュか。クイーンステークスもちょっと面白そうだ、何が出るんだろう。こっち、ボンドガールとか出んの？うわ、面白い、これ。モリアーナとか出るんだ。ドゥアイズ。うわ、これも、クイーンステークス面白そうですね。札幌。ボンドガール復活なるかという、51キロですからね、金量。来週はクイーンステークスやろうかな。アイビスもちょっと気になるんですけども、はい。そんな感じで、振り返りの方、来週の展望についてちょっとねお話ししました。それでは次回もお願いします。さよなら。